はい、レサーズジャーニーのニコです。こんばんは。レサークラフトやってますか？いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日もですね、いつもとは違うお話で、僕の趣味の話で、この前はね、ナイフをラッカースプレーで試してみましたけど、今日はねギターの話しようかなと思ってます。よろしくお願いします。これ興味あるのかな。でもね、僕好きなんでね、こんなお話もしようかなと思ってます。まず1本目、ヤイリのね、YAY45 っていうギターなんですよ。これ2005年式なのかな、2005年かって。これね、友達にもらったんですよ。かなりギターが上手な、ギターの先生するような人にもらったギターで、アコースティックギターですよね。これがすごくねいい音してて、ライターコーギーで、ライブでねたまにね、あんまりねこう求められてへんかもしれんけど、聞き方にするんですよね。その時に使うのはこれです。いい音するんですよ。一回弾きましょうかね。弾きはしん、音鳴らしてみるけど、いい音するんですよ。こいつ、この子わかります？レザクラやってる人はね、ギターやってる人も多いと思うんで、このギターの鳴りっていうやつがわかると思うんですけど、すごくいい音するんですよ。これがすごく気に入って、アコギもねいいやつっていうか、いろいろ欲しいんですけど、なんかいい音出すぎるんで、なんかちょっと悩んでるところではあります。1本目 AI45 2005年モデルのギターです。アコースティックヤイリのでね、次はね、そうだね、ここ行きましょうか。これこっちミニギターですね。これもヤイリの弟っていうブランドですよね。 OTDTIN、これは安いですよ。ちょっとちっこいギターでね、クォーターサイズやったっけな。でちっこいやつで、これはねそこまでいい音しないですよね。もちろん安いですよ。これ2、3万ぐらい。でもこのサイズの割には、音響くなみたいな感じで、本当はねキャンプとかに持って行きたくて買ったんですけど、キャンプうるさいんでね、あんまりよろしくないなと思って持って行ってないです、遊び用に。でこれもね、そのうち音になってくるかなっていうので楽しみの一つです。でこっちにね、ピグノーズわかります？このアンプ内蔵のギター、これ子供がね、上のお兄ちゃんが3歳の時だから、もう7年ぐらい前に買ったんですよ。で子供にギターねやってほしくて買ったんやけど、もうねもうガッチャガチャにするんですよね、やっぱ子供なんで。なので一旦引き取って、子供がやりたいという時にもう一回渡そうと思って、今僕のところにあります。これも今直してるところですね。もうねあれも3万ぐらいですよね。でもねディストーションとか歪みがね結構するんで、結構僕的にも好きなギターの一つです。でこちら、オービルレスポールスペシャル、このステッカーバリバリでしょ。この辺がね最初の方のお店のステッカーですね。で昔組んでたバンドのステッカーみたいな感じで作ったやつで、先輩のステッカー、ステッカーチューンして、これはねもうね16歳の時に、買ってもらったっていうか、もらったギターなんですよ。でこれはもうだから30年ぐらい僕のとこにありますね。もうねフレットがこうネックがねぐにゃって曲がって、ちょっとこの辺がハイポジションが使えない状態なんですけど、このピックアップとかがねいい昔ながらのピックアップで
で思い入れもあってずっと置いてるギター、これだけはもう売りたくないし、うん、たまーに聴いて、うん、遊んでる。すごく思い入れのあるギターですね。こいつはライブとかも結構やったりして、エレキギターなんですけどね、ピックガンの方、ほとんど触ってないですけどね、もう結構バキバキですよ、傷だらけの。こいつでライブは何回したんやろ、結構しましたね。うん、この塗装のハゲとかもね、うん、なんか気に入ってますね、この子は。いつかね、なんかこうちゃんとバシッと直してどうにかしてあげたいなとか思ってるギターの一つです。あとはね、ギター何本かあるんですよね、うち。これウクレレ。これはね、これもウクレレにしては高い。3万ぐらいするウクレレなんですけど、何だっけな、カエラ？ケーラ？うん。この弦自体も3000円ぐらいする。ほとんど半永久使えるっていうので買った。うん。なんか夏になると、この時期ぐらいになると、ウクレレ弾きたくなるんですよね。でもほぼ、使ってない、ウクレレになります。ウクレレの音好きなんですけどね、なんかね、ある程度コード弾けたらもういいかなと思ってあんまり弾いてないです。うん、だから今で 1,2,3,4,5 本目で、こちらにですね、ここに1本、これはね拾ったギターです。店の近所で拾ったギターを今修理してるというか調整してるところです。アコースティックで多分ね安いねアコースティックなんですよ。ただなんかねこの感じがね、ほんで音もねなんかチャチカスカスのなんかね、逆にそれはそれで可愛いっていう音をしてたんで、今どうしようかなと思ってるところです。昔ギターってよく落ちてましたけどね、粗大ゴミで。うん、今あんまり見えへんようになったけど。うん。だからたまにそんなん見たら拾ってしまいます。あとね、メインギター。メインギターのこちら。クール G って言って島村楽器っていう、まあ僕の店の近所にね、イオンがあって、そこに島村楽器さんが入ってるんですけど、そこの、ストラトキャスターっていう形のギターなんですよ。でそれにこう知り合いにピンストライプ入れていただいて、ちょっとこういうカスタムとかしてます。これがメインギターで、まあもちろんねストラップの方も作れるんで、でこれはやっぱり弾きやすいし、使いやすいですね。僕多分一番ストラトが向いてるような気がします。うん、なんかストラトのが一番弾きやすかったりしますね。でこういう風なあのワイヤレスのコードを使ってたりします。これがメインですね。そんな高なかったですよ、これ10万も新品ぐらいで。一番高かったのがこれ、エピフォンのカジノ、カジノのエリーテストっていうモデルのやつですね。これがね、1976年モデルかな、65年モデルの結構あのヴィンテージタイプのモデルですね。でこいつはね、あのすごくねいい音するんですよ。ただこいつもね、ギター好きでね、いろいろね、買ったりもするんですけど、この他に、つい最近までフライング V とかいろいろ持ってたんですけど、結局ね、合う合わんがあるんですよね、ギターって。やる曲とか、そんなによって。ん？まあ、チューニング合ってないですね。いいっすよね。
見た目とかめちゃくちゃ好き。ただやる曲がね、僕バンドの方はこれメイドインジャパンですね。やるバンドの方はね、バンド組んでるっていうか、まあ遊びでね、友達とたまに時間があった時に入るっていうバンドがあって、その時はねロックなんですよね。じゃあこれやっぱ合わないですよね。こう空洞になってるんで、なんていうの、弾き語りとかそういうジャズとか、そういう風な曲には合うねんけど合わなくて、やっぱりさっきのメインのストラスキャスターっていうギターを使ったりするんですけど、うん、まあこいつの方がなんか音はね好きやったりするんですけど、アコースティックっぽい音もするし、でもアコースティック弾き語りやったらこっちの方がいいじゃんってなるんで、この子も実を言うとあんま使ってないです。もったいないですよね。でもまあなんていうんやろ、うん、なんかやっぱ好きですね。っていうかこいつはね弾きやすいんですよ。もともとこういう形の、グレッチっていう形のギターがあって、それを買おうと思ったんですけど、それがあんま言おうとしなかったんですよ。頼んでたんやけど、あるお店にね、島村垣さんに。でも買おうと思っていたんですよ。でもあんまり言おうとしなかったんで、その時にかかってたこれが見て、これね中古やったんですよ。ただもう調整も済んでて、めっちゃ弾きやすいし調整済んでるんでね、調整って大事ですよね。もうこれくださいっていうのに即決しました。これも多分ねずっと持ってるんちゃうかな。うん、カジノってやっぱりもうギターの代名詞みたいなとこあって、一度欲しいなと思ってたけど、いろんなカジノを触ったことあるんですよ。現行モデルとか全然しっくりきんかったけど、これだけはすごくしっくりきたんですよね。で即買いしました。でね、これとは別に音楽関係でいうと、ここにカホンがあったり、そうですね、カホンがあったり、まあここにプロジェクターがあったり、でここにねアンプ、このボスローランドのアンプがあります。こいつすごいんですよ。結構値段はするんですよね。デジタルアンプでも3万円ぐらいするんですけど、バッキングとか流れるんですよ。かけたいねんけど、ちょっとね、ちょっと待ってくださいよ。これかかるかな。あ、入った。これワイヤーですね、さっきのギターと入ってるんですけど、ボスの JS10 で、これね、バッキングが流れるんですよ。これがかなりあって、コードも出てるんで、これ一人で楽しめるんですよ。だからバンド組めない、コミュ障な僕でもこれで、まあバンド組んでるけどね楽しめるっていう、もうこれで満足します。でエフェクターとかも、ここにエフェクターボードがあったりするんですけど、エフェクターも実を言うといろいろ買ったりしたんですけど、基本的に昔から持ってるチューブスクリーマーとか、オーバードライブ、コーラスぐらいしか使わなくて、うん、あんまり役立ってないしほんまこんなんばっかり、うちは、僕はね、うん、結局そんなんなんすよね。もったいないなとは思うんですけど、まあでもまあまあいろいろ試してみた結果ね、自分に合う合わんっていうのがわかるんで、それでいいんかなと思うタイプであったりします、うん、今日はねこんな感じで、ギター紹介、かっこいいですよね。絵面的にはこれが一番似合うと思うねんな。でもな全然音違うね。
ね、弾きやすいねんけどね、やっぱりこの空洞のギターっていうのはもうちょっと難しくてね、僕にはね、アコギぐらいまでいくと弾き語りって使えるけど、やっぱりそのバンドで合わすときはもうハウルシっていうのがあったりするんですよ。でもね、こっち今弾いてみるとやっぱりいいなって思うんで、また弾いてみようかなと思います。こんな感じで、他にもね、あのギターいっぱい欲しいんで、まだねレスポール欲しかったり、レスポールスタンダードね、今のやつは スペシャルやったね、テレキャスターやったり、フライング V はね、いまいち僕に合わなかったんで、フライング V はエクスプローラーとかいろいろね、グレッチとか欲しいものあるんですけどね、まあ、グレッチっていうのがあってね、グレッチのテネシーロスっていうギターがあるんですよ。もともとね、僕が聞いたこの革始めるきっかけにも一つなったようなギターなんですよ。そのグレッチのテネシーローズっていうのは赤茶色なんですよね。テネシーローズっていう名前なんで、それをこうベルトとか、うちの財布とかに赤茶があるじゃないですか、あれを真似て作ったところがあるんですよ。それぐらい思い入れがあるギターなんで、思い入れがある色なんで、いつか欲しいなって思ってたりします。うん、だからいつかはね手に入れようと思ってたりします。ほんでね、お店に飾るとね、説明しやすいじゃないですか、この色を、このギターを模した、色なんですよって。うん、まあそういうのを結構大事にしながら、ものづくりしてたりします。うん、今日は珍しくこんなお話で続きましたけど、また続くと思います。で、まあ、今日はこんな感じで、参考になるかな、わからへんけど、参考になれば嬉しいです。一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。では。